おい、貸せ。目標とは接触したはずだが、やけに静かだな。よし、もう少し接近するぞ。装備の確認は怠るなよ。段階に移らなきゃいけない。立体機動装置は壊れてねえな。女型の巨人を引きつけるぞ。あいつを捕らえる最後のチャンスだ。急いでくれ。よし、立体機動で女型の巨人に接近しよう。ぼさっとしてんじゃねえ。行くぞ。逃がすかよ。絶対にここでとっ捕まえてやる。加速を振りほどきやった。逃がさない、絶対に。女型の巨人が壁に近づいてるぞ。絶対に逃がすな。もうすぐ女型が壁に近づく。今度こそ仕留める。みんな攻めかかれ。罠にかかった。やるなら今しかねえ。女型の巨人を逃がすな。絶対にここから外へは行かせん。絶対に逃がすもんか。必ずここで捕獲する。決着をつける。必ず。あんなに体力が残ってやがるのか。ちくしょう、どうしろってんだよ。けどきっと女型の巨人も疲弊してるはずだ。体勢を立て直して一斉に攻撃を仕掛けよう。今だ。まだ一斉に行くぞ。
ここに一冊の日誌がある。ある兵士が残したというこの調査日誌は多くの人の手を渡り歩いてきたが、記録者たるその兵士がどのような人物であったのか、男性であったのか女性であったのかすらも、今となってはそれを知る術は残されていない。ゆえにここでは仮にその兵士を彼と呼ぶことにしよう。この日誌を通して紐解いてゆくのは、名もなき一人の兵士の戦いの記憶である。今から100年以上前、この世界に巨人が現れた。巨人と人類との間には圧倒的な力の差が存在し、たちまち人類は絶滅の危機を迎えた。生き残った人類は巨人が越えられない強固な三重の壁、マリア、ローゼ、シーナを築き、安全な活動領域の確保に成功した。その日、人類は思い出した。奴らに支配されていた恐怖を。鳥かごの中に囚われていた屈辱を。巨人だ。100年の平和は突如出現した超大型巨人によって壁とともに破壊された。巨人の侵入を許した人類はヴォール・マリアを放棄、その活動領域をヴォール・ローゼまで後退させた。シガンシナクに暮らしていたアルミン・アルレルト、ミカサ・アッカーマン、そしてエレン・イェーガーが第104期訓練兵団に入団したのは847年、巨人の襲来から2年後のことだった。巨人に全てを奪われた彼は、避難船に乗り合わせた見知らぬ少年の言葉にある決意を固める。鎧の巨人への復讐を果たし、故郷を取り戻す。その思いを遂げるため、彼は第104期訓練兵団への入団を決めた。
おい貴様は貴様は何者だ。シガンシナク出身アルミン・アルレルトです。そうか、バカみてえな名前だな。親がつけたのか。祖父がつけてくれました。アルレルト、貴様は何しにここに来た。人類の勝利の役に立つためです。それは素晴らしいな。貴様は巨人の餌になってもらおう。三列目、後ろ向け。貴様は何者だ。トロスト区出身ジャン・キルシュタインです。貴様は何のためにここに来た。憲兵団に入って内地で暮らすためです。そうか、貴様は内地に行きたいのか。はい。おい、誰が座っていいと言った。こんなところでへこたれる者が憲兵団になどなれる者か。貴様は何者だ。そうか、お前もバカみてえな名前だな。アホ面下げてここに何しに来た。ほう、せいぜい頑張るといい。ただし第104期訓練兵団、今の貴様らは、そんな貴様らに我々が巨人と戦う、今日は立体機動装置を使った実戦訓練を。出来の悪い奴は今からでも開拓地に移っても。はっ、まずは立体機動術の基本、移動からだ。立体機動装置で目標地点まで移動しろ。遅い、何をちんたらしている。難しそうだけど、みんな一緒に頑張ろうな。うん、開拓地域なんてごめんだからね。トーマス・ワグナー、できないなら貴様だけ歩いて移動するか。ビーナ・カロライナ、何をしている。そんなざまでは家畜以下だぞ。移動は貴様が1位だ。これで立派なおとりになれるぞ。次は巨人を模した目標を相手に戦闘の基本を学んでもらう。
まずは小さい巨人からやってもらうぞ。巨人の弱点部位は理解しているな。そこに狙いを定めて確実に攻撃を当てろ。一度くらいは誰にでもできる。もう一度攻撃してみろ。実技は苦手だけど、なんとかしないと。訓練なのに緊張してきた。
ターは次の訓練に進め、他の者はそのまま攻撃訓練を続けろ。先に行かれちまった。やっぱり僕には向いてないのか。早く移動して次の訓練に取り掛かれ。巨人だ。巨人によっては攻撃すべき部位が複数ある。確実に狙え。今のはどうせまぐれだろう。もう一回攻撃してみろ。ああいい、九大点だ。大型の巨人は攻撃部位の素早い選定が肝だと覚えておけ。面倒な訓練だな。サボっちまうか。おい、さっさと次の訓練地点へ向かえ。やっと終わったか。クリスタ、少し休んでから行こうぜ。そんなこと言わないで頑張ろうよ。あなたを見習わないとね。これより本日最後の訓練を開始する。これから周囲に多数の目標が出現する。迅速に索敵し撃破せよ。それでは始め。俺が先に目標を見つけたら横取りすんじゃねえぞ。意外とぬるいことを言いますね、ちゃん。獲物を奪うのに作法が必要ですか。そうだ、取られるお前が悪い。たとえ訓練でもエレンを一人にはできない。私は憲兵団に入りたいから。体動かすのは得意な方だけど、
みんなの勢いに飲まれそうだ。中間成績を発表するぞ。まだ時間は残っている。総員引き続き励め。こんなにきついなんて、俺たち一人前になる前に死ぬんじゃ。おいおい、なんだよその立体軌道は。少しは俺を見習ったらどうだ。技術を高めるため競争は必要だと思うけど、こんな訓練で実戦につながるのかな。ついてくならミカサかライナーか。なんだお前かよ。巨人と戦えるってことを示してやる。お互い頑張ろうぜ。訓練だからって手は抜くなよ。それが兵士としての責任ってやつだ。なんかこういうのって燃えますよね。まるで狩みたいです。苦手だけどしっかりやらないと。君も頑張ってね。今回の訓練の最優秀成績者を発表する。今回の訓練の最優秀成績者はお前だ。お前すごいんだな。この程度で浮かれるなよ。油断していると痛い目を見るぞ。これで本日の訓練は終了だ。希望する者は引き続き自主訓練を続けろ。大丈夫か。捕まれ、引っ張り上げる。今行く。無茶させやがって。焦って姿勢を崩したんだな。でも無事でよかったよ。戻ろうか。
すごい。よやってやる。貴様ら、やる気がないならさっさと荷物をまとめて開拓地にでも移ったらどうだ。トーマス・ワグナー、貴様のような無駄飯ぐらいでも人手不足の開拓地ならミーナ・カロライナ、貴様は豚小屋出身だったな。ならとはいえ家畜以下の貴様を豚が仲間に入れてくれる。一生懸命やってるのに何もあそこまで言わなくても。しばらく立ち直れないよ。私本当に豚になろうかな。いや、それは諦めたくない。だけど今よりも訓練成績を上げるのは全力で取り組んだ結果が今の成績なわけだし。あなたはどうすればいいと思う？仲間をみんな、確かに同期には優秀な人がたくさんいるんだし、みんな長所を学ぶか。それを意識、よし、後でお互いの成果を報告し合おうぜ。おい、もっと兵士を鍛えんとな。そこな、ほれ、落とし物だぞ。これお前の日誌じゃねえのか。あ、そうか、もう落とさねえように気をつけろよ。お前は100いいってことよ、気にすんな。俺はハンネス、お前も104期の訓練兵だってんなら、エレン。そうか、お前もエレンや俺たちと同じく志願しなくといえば、104期にはエレン以外にもミカサ、あいつらも肉親をなくしててな。今じゃ俺、お前も同郷なんだし、困ったことがあれば俺を頼ってくれよ。おお、今度はエレンたちも連れて。まあとにかくこれからよろしくね。それと、いや、いろんなことが細かく書いてあって驚いたぜ。その日誌はきっと何か。元気かな？怪我とかしてない？
ああ、君か。もしかしてわざわざ今日の俺を言いに来てくれたのかい？仲間を助けるのは兵士として当然のことだ。そう。ライナー、ベルトルト。なんだお前らまで。俺たち二人とも立体機動装置の扱いがうまいだろう。すまん、あまり役に立つ助言。そうか。その君たちは三人ともシガンシナクの出身だよね。巨人の恐ろしさを知ってるのに。僕は王政の無茶な領土奪還さ。二人はどこの出…僕とライナーはウォールマリア南東の…じゃああの日村に連絡が届くよりも先に内地勤務の憲兵団狙いで兵士を選んだけど、それがダメなら全てを放棄するかもしれない。自分の命を大事にする。俺は帰れなくなった故郷に帰る。俺は殺す。で、お前は？そうか、お前もあそこにいたの。だから君は訓練兵を目指した。そうなんだ。故郷を取り戻したいってのは俺と同じだ。いつか。さあな。だが何もしなければ。ああ、いや。この訓練は普段とは異なり、個人の技量よりも班員同士の連携。班分けは先ほど伝達した通りだ。教官の言うことはよく分かんなかったけどよ、まあ余裕だと思うぜ。普段の訓練とは違うみたいですけど、森のことなら私…なんでこんな時間に訓練しないといけないんだよ。教官は班の連携を評価すると言ってたけど、とにかくやってみないとは。くそ、なんでうまくいか。もうガスも刃も残ってません。コディが突っ走るからですよ。こんな急ごしらえの班で連携なんて最初から無理だろう。このままじゃみんなバラバラになってしまう。どうにかしないと。そうだね、君の言うと。よし、それじゃあこの班の指揮をお前に任せたい。どうかな。みんなのペースを合わせるのが上手だと思うんだ。ありがとう。僕もできる。それじゃあよろしく頼むよ。よし、おかん。よし、ここから巻き返すぞ。けど、まずは補給が必要だ。拠点を設営するんですよね。私の勘では、あそこが良さそうな気がします。開けた場所のようだし、可能性は高いかもな。行ってみよう。これが実戦だったら、俺たち、とっくに死んでるんじゃねえか。いや、ここで失敗しといてよかっただろ。拠点を立ててくれ。確か刃やガスを補給できる場所を作るんだったよな。ああ、その通りだ。実戦でも補給できる場所は大事だからね。
これで刃もガスも補給できましたね。集合地点に急ぎましょう。待ってくれ、不測の事態に備えてもう一箇所拠点を設営しておこう。またコリーに引っ張られたら俺たちは教官に。これで予備の拠点もできたな。今度こそ集合場所に急ぎましょう。遅いぞ、貴様らが最後だ。何をちんたらやっておった。申し訳ありません。まあいい。では次は巨人に一斉に攻撃を行う訓練だ。貴様らはすでに出遅れている。すぐに始めろ。お前が合図してくれ。一斉に目標を攻撃するんだ。みんなで V を狙って一気に倒しましょう。マルコ頼んだぜ。分かった。私たち息ぴったりですね。ま、天才の俺がいるからな。コニー、さっきそれで突っ走って失敗しただろう。任されました。またガス切れになるのは勘弁してくれよ。ガス飲んだぜ。おう、コリン任せたぜ。分かっとけ。ある程度はできるようだな。これより最終訓練を開始する。訓練用模型が森の中に多数出現する。迅速に索敵し討伐せよ。破壊した部位の数が評価対象となる。ハンデ協力し、より多くの部位を破壊しろ。それでは、始め。コリン、頼んだぜ。分かったぜ。ガスと刃を切らしたと聞いていたが、ここまで盛り返すと。奴らをまとめているのはあいつか。マルコ、了解。それで全力なのかよ。トロい奴らだな。
ごめん。マルコ、私足手まといになってるかな。サちゃん頼んだぜ。任されました。おい、これ俺たち2戦いってるんじゃねえか。やれるぞ。きっとお前がうまくみんなに合わせてくれてるからだ。マルコ、任せたぜ。分かった。中間成績を発表する。まだ時間は残っている。気合を入れ直せ。まだ1位になれる可能性はある。最後まで全力を尽くそう。ああ、ここまで来たんだ。絶対1位になってやろうぜ。やってやれ。ええ、最後まで頑張りましょう。おいエレン、同じ班なんだから足引っ張んじゃねえぞ。なんだと。じゃあてめえこそ足引っ張んなよ。すごいな、お前周りに合わせるのが相当うまいんだな。ええ、私たちのことをよく見てますよ。本当だな、いい感じだぜ。確かに最初から任せときゃよかったな。それぞれが自分の役目を果たせばいい。ハンデの訓練なんだからな。アルミ、ミーナ、その調子だ。ありがとう、ライナー。そんな、了解。うん、頑張るよ。お優しいね。何、一人で突っ走らないで。突っ走ってるのはあんただよ。この班怖いな。もうすぐ終了だ。最後まで力を尽くせ。エレン、何やってんだ。はあ、今のはお前がヘマしたんだろうが。ちょっと、ハンデの訓練なんだから仲良くしようよね、ベルトルト。え、ああ、そうだね。今回の訓練の最優秀班を発表する。今回の訓練の最優秀班は貴様らの班だ。やった、お前のおかげだ。よっしゃ、やっぱ俺天才かもな。私たちやりましたね。一時はどうなるかと。とりあえずよかった。訓練はこれで終了だ。各自戻って体を休めろ。解散。本気の訓練兵はつぶアッカーマンをはじめ。確かに巨人との戦い、それを実現できる。お前のおかげでなんとか挽回できたよ。ありがとう。マルコもさすがでしたけど、実際即座に他のものをまとめ上げ、今回はその稀有な素質を持ったも